しました。しかもこれ。おーい。はい、じゃあプリキュア塩プレイ、はい、第2回、前回序章イントロやったんですよね。で第1章で鉄道模型の話なんですけど、これ鉄道模型で20世紀初期とか言ってるから、すげえその初期の話なのかなと思ったら別に50年代でした。あ、はい、で、なんできますか。ホビーの世界、ひいてはテックカルチャーにはびこる白人ギークの男性性について理解するには、機械的な行き先パラダイムへの挑戦が必要である。そのパラダイムはコンピューターやゲームの歴史に関する歴史やドキュメンタリーに代表される、ほとんど白人男性のみで構成されるギークたちがゲーム開発のために集まり、困難を乗り越えて業界の巨人となっていくという、まあ、物語がルフしていると。業界の巨人っていうのは、これコンピューターとか映画だったら業界の巨人素晴らしいですけどねえ、まあね、業界の巨人、いやまあでもあれじゃないですか、業界の巨人、まあ、あれだ、TSR とかで業界ダニガンとか巨人、まあ、だからダニガンとかでしょ、だってダニガンとか、あとは、ゲリガイ・ギャクスとかでしょ、うん、そんなにでもないじゃないですか、やっぱりなんていうか、で、そうそう、でこれはテックカルチャーなんですよ、うん、テックカルチャーだから、まあこういう話になって、でこの章のね、まあ、この本全体にもいるけど、目的としてはこのテックカルチャーとホビーストをつなげたいっていうのがあるんですよね。だ今テックカルチャーってかなり変な批判されてるのがあるじゃないですか、はいはい、それこそペイパルマフィアのあれとかで、はいはい、まあ、イーロン・マスクとか、はいはいはい、ピーター・ティールとか、あの辺のなんかね、いやでもある世代の評価はピーター・ティールになりたいわけですよ。うわ、ダメでしょ、うん、で、いや本当なんで、ああいうあれこそまさに白人男性のなんか特権しかしたネットワークじゃないですか、はいはいはい、そうです。で多分そこにこれを接続したいんだと思うんですよね。成功してるかどうかですしね、そういう前置きがあります、まあ、基本的に日本だとひろゆきになりたいみたいな話ですよ。まあすごいレベル落ちるけどねこれ、まあ、アメリカから見てもひろゆきは4ちゃんだから最悪だと思うけど、古い、まあ、的には確かに、まあ、レベルの落ち方でいうとそれぐらいです、うんはい、でもこの前ロブ・ボイルってエクリプス・フェイズのデザイナーが来日したわけですけど、非常にね感心したって、うん、もう自分はアナロココミュニストだって言うわけですよ。ああ、そうそう、日本じゃね、そもそもそういうことが言えない、そうそうそう、言いにくい空気というものが確かにある。だからもう雑誌記事日本作ることにしたんです。いや、あまりにねいい、すごくですね、デジタルレフト極まれりで、しかも明らかにそういうのに批判的なわけですよ、うん、もうガチで地元のアナーキストコミュニティに関わっていてですね、むしろそこからそれでスキルを学んでゲームプロになったっていうのを、誘いを受けたんですよ。別の要件があって、すいません、ちょっと行けませんでした。いやいや、残念な。事前に準備を、僕は同時通訳に自信がなかったので、非常に詳細なやり取りを事前にしているので、いや非常にね、本当ね、我々はもうちょっと学ばなきゃなと思ってます。要するに、まあ、これ学生とかもそうですけど、なんかこう、上の階級にはいないわけですよ、我々は。基本的に。プレカリアートって、ちょっと前に言うと、そういう世代なわけです。基本的に9割ぐらいの人っていうのは。にもかかわらずそうでないという幻想があるわけです。そこの構造みたいなものに幻想があって、それが日本のいわゆるリベラルがダメなところでもあるんだけど、全然ね、そういうのがないわけですよ。だから、まさにこういうのに批判的な、こういうのに関して問題意識で作ってるわけですよ。なるほど。って話もしたわけ。はい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 。ゲーマーに通じるんですか、そういうこと。え？ゲーマーに通じるんですか。まあ、ああいうベストに来るような人は、そうか。だから、君健二さんとか喜んで、かなり僕突っ込んだ話とかもしたし。だから分かるか分かんないかっていうと啓蒙だから、むしろ我々学ばせてもらってるわけですなるほど。だから最大のエクリプスフェイズの最大のテーマ、人類絶滅危機と戦うわけですけど、人類絶滅の危機って何ですか。いや資本主義だよって話をされたわけですはい、そりゃすげえな。いや本当そう、感動したっつ。はい、じゃあ続けますが、鉄道模型の話なんですけど、これ MIT にね、テック鉄道模型クラブって非常に有名なのがあった。有名なんですよ。有名な、なんで有名なのかっていう、これね。これってでも、これって知ってる、まあ、これはすごい有名なもんです。話題になりましたね。80年代から出てて、何度新刊で買えるこの工作者も、工学者もハッカーですけど、これに出てくるんですけど、なんでこれ出てくるかっていうと、この人はスペースウォーを作ったんですよ。おお、スペースウォーって最初のビデオゲームの一つとされるやつですけど。スペースウォーってここでも少し話題になってる気がします。
ですね、多少なんか触れてますが、じゃあ当時の MIT っていうのがそれこそコンピューターサイエンス、コンピューターサイエンスほどまだなくて、あの数学科とか工学科とかそういうところにちびちびいて、はい、であのそこにいたのがジョン・マッカーシーとかマーティン・ミニスキーとかだったんですよ。あ、まあ、AI の本当に父みたいな人たちですよね。でそういう人たちの周りでキャイキャイやってるコンピューター使って遊んでた連中なんですよ。でそれがあの後のテックカルチャーの礎になったり、ビデオゲームの最初だったりしたということで伝説的なクラブらしいの、これが、まあ、伝説的にしたのもこの本なんで、ハッカーって本なんですけどね。でじゃあ これをあのちょっと訴状に載せようっていう話で、つまりこのハッカーズっていう本では、彼らはあのコンピューターハッカーの元祖先であってホビーストではないんですよ。であの鉄道模型趣味っていうのはホビーストなわけですよ、あのこの本ではね。だからこのハッカーズを描いたレヴィって人は、この鉄道模型クラブの中に派閥があって、工学派となんか歴史派みたいな派閥があって、このハッカーズは工学派なんですよ。だからその中でもマイノリティでっていう話なのね。だからそういうホビーストが切り離されてハッカーの元なんだよっていう、そういう話なわけで、でそれに対して、いやそうじゃねえだろうと、でお前全員ホビーストで、ホビーストの悪い面がそのままずっと受け継がれてるって言うと、まあ、そこまで言うかよみたいな話なんですけど、そういう話になってるわけですね。はいはい、じゃあ行きます。まあ大差ないですよ、実際。まあそうそう、大差ないんですよ、ね、そういう面で見れば大差ないですかと。で MIT の高名なこのテク鉄道模型クラブにおいて、構成員たちの階級的特権、人種的同質性、男性的思考がどう現れてきたか、まあ本当に白人の男性しかいません。まあ50年代の MIT なので、女性学生もほとんどいない。いやー、コンピューターがどこ行ってるんですか。そうそうそう。一応ね、黒人教授が、最初の黒人教授が現れたくらいらしいんですよ。アメリカでもやっぱりあれですよ、工学部は女性の比率が少ないんですよ。あのドラマとかを見るとそう、表彰され方は。私の母校の東京工業大学というところ はすごいバックラッシュの文句が起きてますけど、私は1998年に第5類という電気電子関連の部門で入学したんですけど、そしたらクラスが、まあ、何クラスかあって7クラスがやったで、1つクラス50人なんですけど、中に女性はわずか1人でした、ね、まあ、わずか理工とかもそうでしたよね、まあ、そんな感じなんですよ、そうでしょうね。最近はもうちょっと増えてるんじゃないですか、ね、まあ、と思うんですけど、でもまあ大差はないんだろうなという感じで、あのアファーマティブアクションみたいなのやってるんですか、やり始めたんですよ。今はやってます、で、まあ、だからやり始めたってことは多分あんま改善しなかったんだろうな、まあ、東大とかだって全然増えてないわけでしょ、まあ、増えてない、まあ、大して増えてないんで、この前は報道で出てたんでしょ、私の母校は3分の2が女性ですよ。あ、まあ、教育学区はまあやっぱり そうなんでしょうね、きっと。いや、だから分野によってはそうであって、私は高校英語科ですから、クラスに男5人で女35人で、工学の中でもジャンルがあって、いた当時だと、化け学はまあまあいる、あと生命もいる、それはなぜ生物半分でしょうね。化粧品会社とかに入れるからじゃないですか。あ、そうなんだ。例えば、そうなんですね。化学はそうです。化学は機械工学とか。生命はちょっとわからない。あ、それは要するに就職先で選んでるってことですか。まあ就職先選んでるのはもちろんそうでしょう。だ女性にとってはとりわけ多分そこは重要でしょうし。沢さんが言った頃は金融工学をやって、なんと金融とかそういうと結構もう確率っていうかあったんですか。確立されてはいないですね。ただまあ数学できる人たちは当然いっぱいいるので、その数学科の人たちがあまりにも数学で食っていくのに疲れて、そういうことにというところに行くルートは全然普通にあったと思いますけど、一般的にはあまり認識されてなかったのかな。いや、でもそうでもないですよ、だって1998入学で、引率で2004とかだから、もう全然その頃は普通ですよ、そういうのに女性が来るとかそういうのはあんまなかった、ね、それはなくもなかったですけどね。ただ、まあ、東京大学で入るとき数学科で入らないとそのルートにはいかないから、おお、それは大変だ。で、まあ、数学他は電気ほどは女性率少なくなかったような気もするんですけど、ちょっと曖昧です。ってことね。学芸大学は数学も理科も結構女性いたけど、やっぱ教員だからじゃないですか。まあそうだね。いや、だってそもそもそういう社会的なあれと話すと別に、もうどこに向いてる学科とか何に向いてる学科ないわけですよ。そんなものはないわけですよ。まあ、だからビッグバンセオリーとか見てみれば。非常にそんな変わらないっていうような感じで表彰されてる。ビッグバンセオリードラマね、ナードのドラマ。
はい、で、こうゲームでこのテッククラブの模型クラブの人たち、このグループはゲームテクノロジーの歴史によって両ネットワークの結節点として有名ですよと。ゲームのテクノロジーの結節点ですね。でこのスティーブン・レヴィンのハッカーズに描かれるように、このクラブは初期コンピューターに興味を持つ人々の集合地でした。でこのスティーブン・レヴィによればクラブには2つの派閥がありました。ナイフとエフレ派というなんかレプリカ作って遊んだり鉄道旅行に行ったりとか、そういう人たち。でそれプラス信号と同乗派というなんかモーターだとか電気回路だとかそっちに興味のある人たちという2つの派閥があって、で後者によって最初期のビデオゲームであるスペースウォーが作られるという物語がこの第一章です。で、ここで鉄道模型クラブはビデオゲームとハッカーの両方において神話化されて、彼らの文化的実践や規範は後に続くホビーストコミュニティと共有されてきましたと。はい、だからね、ここでホビーストコミュニティと共有されてきたとは言ってるんだよね。結構言えてるんですよ、ね、うんうんうん、そうしたらそうです、うん、共有されてるわけですよ。そうそう、共有されてるわけです。鉄道模型クラブってことは鉄道模型を作ってたと。そうそうなんだけど、うん、鉄道模型の話ね出てこないわけですよ、うん、だそこにここはね文句つけた、そんなわけねえだろって言ってるわけですよ、うん、だってあの本当に鉄道模型そんな興味なかったらそんなクラブ入んなきゃいいじゃない。そうそうそう、まあそれはね、まあ微妙なラインがあって、うん、どうあのちょっと難しいところはあるんですよ、うん、あの動力的な部分に興味があるのって本当に鉄道に興味があるわけじゃない人って入れるんで、多分、うん、で実際何人もまあ入ってはいたわけですから、うん、多分ね。そうなんですよね、うん、ただその動力的な部分の話も出てこないわけですよ、うん、もう全部コンピューターの話になるわけ、はいはいはい、コンピューター室にイディビタルっていう話になるので、まあでもな、うん、まあそのコンピューターを使えたクラブであるということを考えればあり得る話かなという。ああそう、これがね、それも別にクラブに特権が与えられていたわけでも何でもなく、うんうん、ただそういう連中が集まる場ではあったらしいっていう、はいはいはい、そういう話ですよね。まあそうですね、うん、超面白い、翻訳したいぐらい。いやこれいいですよ、ね。伊丹さん翻訳したらどう？いやでもね、結構ね癖が強いですよ。分担役でやるなら参加しますよ。で次いきますね。はい、で非常に良い。フェアソーが作られたと。で鉄道模型クラブは、うん、今日では白人ギークらしさの初期の例をよりよく理解するために有益である。この文化的なタイプはグループ自体が発明したものではなくて、グループがレンズ、まあ要は元からあったものをグループがなんかレンズによって歪めましたみたいな感じです。うん、はい。まあ、強調したみたいな。そうですね。うん、でベンジャミン・ユーさんと、僕はこの人知りませんけど、ベンジャミン・ユーによれば、ギーク文化とは特定の領域への興味関心ではなく、コミュニティへの帰属の一形態である。まあ、まあそうですよね。言われてみれば、それはよく、まあね、まあ、こういう性格とか、地流顔とかそういう話ではないという。うん、はい。地流顔はただの顔じゃないですか。それでオタクというゲストがあるわけですね、はい。そうではないという話です。はい。で、単にその興味だけ、つまり趣味関心だけによってギークになったのではなく、単にそれだけではない。そこでコミュニティを求めて、そこに、こんにちは。コミュニティの中に入るっていうのが、一番のギークらしさです。なるほど。所属意識ですね。これが一番大事なことだと、このベンジャミンさんは言っております。で、その意味において彼らとギークであったということです。で鉄道模型クラブに影響を与えた文化的取材は、彼らの少年時代、20世紀半ばの時代精神から切り取られたもの。まあ、これどういうことかというと、当時における鉄道のイメージということです。だこれも非常に荒いわけですよ。当時の一般的イメージを MIT の鉄道模型クラブの人にそのまま当てはめていいのかっていうものはものすごくあると。これは論述が荒いってこと？そう。だから当時の、例えば当時 の鉄道のイメージってのはフロンティアスピリットだったわけですよ。まあ、当時のね、アメリカにおける20世紀半ばにおけるあの鉄道模型の、ね、鉄道趣味のイメージっていうのはそういうものだったっていう話があって、うん、でそれに少年時代彼が影響を受けて、本当に鉄道好きになって鉄道模型クラブに入ったっていう、これはどうなのという感じではある。今における鉄道って全然違う。あ、もちろん当時は違う、はい、あのイメージですよね。だあのいや、わかりますよ、象徴としての鉄道、ね、わかりますよ、あのサバゲーが戦争みたいな話でしょ。だからあの基本的には、うん、流行の最先端でかつ、うん、その時代のこう殖産工業的な価値観というのを内面化している白人エリート層というものが、まあまあそう、今鉄道模型というと逆にこう箱庭療法みたいなことをどっちかというと思い浮かべてしまうけど、今鉄道模型って言われてもそもそもいわゆる文化的イメージすら湧かないと思うんだけど、うん、いや我々の時代の鉄道模型っていうと、もっと古い世代もやってるんですよ。まあ、そうです、ね、でそれをなんていうかな、憧れてみたいな、そういうだから伝統とまでは言わないけど、そういう流れはありました、うん、だからそれはフロンティアスピリッツがありましたかって。
まあ、アメリカによってはこうなんだろうけどね、これからイギリスとかであれば全然違うと思うし、日本の鉄道模型って、まあ、まずそのアメリカとは場所の広さが違うからイギリスっぽいんじゃない、むしろ、ね、あ、はいはい、イギリス、まあ、アメリカ、日本ってそれぞれ違うと思う、むしろアメリカが特殊なんだけど、そうだね、アメリカ書いてないですけど、あの鉄道、いわゆる鉄道ゲームの本場ってのはアメリカかイギリスなんだ、うん、鉄道ゲームってむしろその2個からしかほぼ出てこないっていう、はいはい、レールロードタイクーンとか、そうそうそう、レールウェイライバルとか、1825とか、うんうん、それはあのやっぱりその作り手が持ってる鉄道へのイメージっていうのがあるから出てくるんだろう、これはあれか、フェリティーネってやろうかな、そういう話があります、あ、はい、だからその戦争ゲームに戦意高揚の効果があるかっていう話と同じだと思う、うんうん、それあるかないかというと、まあ、ないことはないんだけど、そういう機能するかどうかは別って話、まあそうなんですよね、うん、やっぱり別にその人たちにもはや話は聞けないので、だから転居として、資料としてはほぼこれしかないわけですよね、だからこの解釈で戦っていくっていう章なんで、だからそこら辺になってくる、だから同じ本を使ってよ、だからこれしか使ってないってことですね、まあ主要な資料としては、そう、だから当時の人に話を聞いたりとかそういうことはしてないわけですね、うん、まあまあまあそうです、本当は転居鉄道模型、はい、じゃあ、切り取られたものだ。クラブが鉄道に興味を持っていて、まあ、そろそろですね。鉄道模型クラブなんで。で、彼らが鉄道から生まれた種類の物語や文化、西部開拓時代、西部劇などに興味を持っていたことは驚くには当たらない。うん。1940年代から50年代にかけ、つまりこれをこのゲーム作った人たちの少年時代ですね、かけて少年たちの間で共有されたこれらの物語は全て同じ物語である、町の端に潜むさまざまな危険から文明を守るために内部者と外部者を対立させるという力学で、それがまあ強化されたそういう物語であったと。この図式は使い古されたものであり、白人排他主義のメンタリティを強化するものだ。しかし、鉄道模型クラブのメンバーにとってそれは彼らの世界観とアイデンティティの重要な一部分だった。これここまで言っていいんですかという感じするじゃないですか大丈夫かいみたいな、まあ、そこまで人ちょっと出ますね、だから鉄道模型ってのはそういうの引き継いでますよくらいなら分かるんですけどね、うん、全部それはだから、うん、こう非常に図式的だって話、ね、あ、そう、うん、この場合の内部者とか外部者ってどういうことを言ってるの、どこですか、あ、これはあれです、要はあのアメリカあの開拓者とネイティブインディアン、あ、そういうことね、うん、ネイティブインディアンって変だな、この場合の内部者と外部者ってどっちがどっちなんだろうそこはやっぱりひっくりがデリラ的なの、二項対立をひっくり返すんですよ、あれもう SF っぽいね、 SF ファンっぽい、ね、この当時の20年代から だ、 だからあの需要層に向けるか作品そのものがそうなってるかっていうのはだいぶ違うわけで、うん、あの作品そのものがあんまりその需要的に見てない、これをあのこれはこういう性格だよって話、うん、そうですを論じてるに過ぎない気がする、うん、そうですね、うん、需要論にはなってないということですね、うん、なんか決めつけになっちゃうけど、うん、まあ、確かに影響はないわけではないだろうということは分かります。で、技術に携わり技術に囲まれて仕事をすることは彼らにとって一種のフロンティアで刺激的だった。彼らは知識も機会もある例外的な部外者のグループ、まあ、この例外的っていうのはもう特権的ってことですね、 MIT のエリートなんで、うんうん、はい、で次いきますと鉄道模型を理解することはホビーシーンの内部構造を理解する上で極めて重要である。ホビーゲームの流通の経済構造に目を向けると両者の関連性が理解しやすくなります。ホビーゲームはそのほとんどがホビーショップで販売流通されています。で、ホビーゲームってのはこの当時出たか出ないかぐらいです。あ、まあ、60年代初め、それはアバロンヒルでしょ。そうです、50年代の半ばぐらい、うん、で1960年以前にホビーゲームはほぼ存在しませんでした、はい、商業的に販売された最初のホビーゲームであるホビー用ゲームが流通を求めた時、ホビーショップのネットワークがその任に当たった、うん、当時のホビーショップはミニチュア鉄道や鉄道模型、工作用具などが購入できる場であった、まあ、つまり模型ショップだったわけですね。ああ、そうですね、うん、ここは全く一緒です、うん、だから書店じゃなくてゲームショップっていうのが面白い。ゲームショップでもないんですよね、だから、まあ、うん、ホビーショップか、ホビーショップです、うん、いや、まあ模型屋ですよね、やっぱり模型ですね。でこれがなんかゲーム屋とかに携帯を変えて、まあ、最近まで続いててけどコロナ禍で潰れちゃったみたいな個人的な思い出が書いてあります。はいはい、はい。で、著者はこのトランメルがネットワーク特権というもの、つまり人種的、ジェンダー的、社会経済的な根拠に基づいてネットワークの強化を取り締まる社会的ゲートキーピング、一経済、それによって特権的なネットワーク、つまり人口構成、関心、
世界観が同系統の人々のクラスターが存続することになります。でホビーストっていうのはこのネットワーク特権の典型的な事例です、うん、はい。でここからあの鉄道模型の趣味というのはどういうものだったのかという話になります。鉄道模型の開発という趣味が広く知られるようになったのに技術的書とアイアネルマニファクチャリングカンパニーというアメリカの会社によって最初の電気鉄道模型が大量に販売されてからです。鉄道模型は電気の普及に伴って登場した数多くのキラーアプリケーションの一つでしたとらしいですね。1910年代までに電気が広く普及したことで多くの消費者は家庭に電力を供給する手段を手に入れたがプラグを差し込む機器は比較的少なかった、まあ、つまり電灯ですよね、うんうん、ほとんど、まあね、うん、この時のプラグってどういうプラグですか。知らないどういうプラグなんでしょう、まあ、あのよくあれじゃないですか日本 の, あのなんかそういう電気の現代史でいうと、はいはいはい、まずその二股ソケットがあったじゃないですか。ということはソケットの二つ目のところこうやって電気を引いてみたいな話はあの発明した例の松下ですね。ってことはだからプラグはっていうのはそういうものだったわけじゃないですか。いややっぱり壁からやる。こうではないわけですよ、うん、確かにね。そうか。いや全部二股からのスペックが取ったみたいな壁にもありますよ。いやそうなんですか実際。これわかんないです。その気にしたこともない。どうだったかな。いやなんかその松下幸之助の二股ソケットの話を聞くたびになんかこれはどういうことなんだろうっていつも疑問があって。つまり当時はそういうソケットであっても家から備え付けで電気の線がこうむき出しになんかやってたのかみたいな。まあ、あったとしてもそれは私よりさらに前、ね、いやもう全然前ですよ。もちろん全然前です。いやむき出しだったらそれこそ電気工事士持ってないとできないくらいの。いやだから電気工事士が何とかしてその、一本線をこう垂らしてその 電気1本分だけこの飾るやるためだけのものだったのにその松下幸之助が二股にしたから、うん、まあなんていうか偉大な発明だったんだろうっていう。なるほど。そうじゃなかった。だって壁にコンセントあったらその偉大な発明じゃないじゃないですか。確かにそうだね。そうね。という話で、うん、あのその電話を戻すプラグってどういうプラグだったんだろうっていうのは、まあ、でもさすがに普通に今に近いプラグじゃないんですか。だって電気模型、ね、模型ですよ。そうですよ。まあ少なかったと。で多くの人が休日のショッピング中にジオラマで、まあ、デパートとかねこういうのがガガ走ってたんでしょう。これで目にした鉄道模型セットはエキサイティングな新技術を紹介する魅力的な方法でした。で本書に登場する全ての趣味のネットワークがそうであるように、その趣味の成功というものはそこに住む人々や製品を支えるネットワークインフラの発展と連動しています。鉄道模型趣味のネットワークを最もよく体現している雑誌はそれぞれ1933年と34年に創刊された以下です、はい。ここではホビーストコミその雑誌ではホビーストコミュニティのための記事だとか読者が出版社に質問できる毎月のデータコラムを通じたコミュニティでの議論であるとか全米の鉄道模型クラブのニュースレターネットワーク作りの場とか、まあ、本当に今と同じですね。今はまあこういうのないですけど、うん、ちょっと前と同じですよね。で1950年までに、全世界で10万部でなかなかなものの販売部数を記録しております、うん。で鉄道模型という趣味が読者を獲得できたのは雑誌を通じて個人同士が知り合うこともできた特権的なネットワークのおかげでしたと、うん。でこのいった雑誌は彼らの思考に特化した記事や広告を掲載することでマニアックな白人男性の読者層を開拓しました。この種の育成を示す一例がこの、まあ、ついてた漫画です。このコミック、まあ、これちょっと読めませんけど絵だけ追うだけでもね大体わかると思うんですけど、奥さんほったらかして、そう奥さんほったらかして、要はあれ君のパなんか君のパパが模型やってたのかいって言ってパパの方に行っちゃって、女の人ほったらかしとか、あとパーティー行ったらなんかすごいつまんなそうにしてるんだけど、いや旦那地下にこんなもんがありますねって言ってみたら模型が置いてあって、すごいこれは一応今でも売ってそうね。そう、よくてもう本当に今でもある。何一つ変わらないですね。何一つ変わらない。これがウォーハンマーとかでも全く変わらない味。そう全然一緒ですね。これはでこのコミックのギャグはどれも男性は他のことをするよりも鉄道模型で遊んだり鉄道模型について考えたりする方が好きだというものです。もう少なくと何の変わりもあります、はい。でこのコミックでは黒人は裕福な白人の主人公、友人や家族とは対照的にヘルプ役として典型化した風刺で書かれています、はい。まあ、お手伝いメイドさんみたいな感じで書かれている。で広告にはこちら登場します。ちょっと調べたら昔の1890年ぐらい の, そのプラグのあ、まあ、当時の時点でこんな感じなのは、まともですね。普通ですよね。でもホワイトウォッシュされてないんですね。一応出てくるんですね、黒人ね。うん、一応なんですか、まあ、あれですけど。脇役でね。うん。
で、鉄道本源のコピーリストにとって、このような早い段階からホワイトフライトの人工動態や興味や趣味に刻み込まれておりました。でここで偉いのがですね、ホビーストア一覧というのが私掲載されてて、その所在地の時系列データを取るんですね、この人は。そうすると、あの50年と70年をあのマッピングしてみると、うん、あの明らかに公害化しているということが分かったらしいです、はい。で第3章で呼べるようにホワイトフライトという地理的要因は人種的なものであると、はい。第3章はあんまりこの部分は書かなかったんですけど、まあ、あの前回説明しましたね、そういうことです、はい。都心部の人種力学の変化に対応しています。また、都心から逃げ出したのは白人だけではなく、当たり前ですが白人向けのビジネスも移転したということになります。で鉄道趣味とそれを取り巻く特権のネットワークを主にアメリカ白人が享受していたのは偶然ではありません。20世紀初頭、鉄道模型に興味を持っていたかもしれない黒人やその他のマイノリティがいたとしても、ホピーに参加することは地理的経済的な境界線を克服することを意味した、まあ、まあそうですね、まあ、そりゃそうですね、うん。でまた雑誌はこのホビーを、親子関係、父子関係を強めるものとしてアピールしました、うん。これは父親が十分な余暇時間を持つ核家族であることが前提となっております。余暇は歴史的に富裕層や、まあ、白人労働者、まあ、労働者というとあれですけど、まあ、上の方の階級だけが手にできる贅沢品であったからです。こうした要素が組み合わさって鉄道模型とそれを支えるインフラが白人の消費財として高度化される状況が生まれました。それは白人が所有する企業によって作られ、白人の消費者層に向けて販売され、白人の多い地域に流通した。でホビーゲームが60から80年代のコミュニティでの普及によってこのインフラに追記されていくという話になります、うん、はい。やっぱり、うん、あの鉄道模型っていうのはある種の写真品というのかな、そうですね、そういう位置にあるわけでしょうね、うん。まあ、あのホビーなので、あ、儲かんないわけじゃないですか。その、うん、例えば音楽とかだったらちょっと話が違って、うん、あの黒人がトランペットみたいな話、うん、でもトランペットを変えれば、まあ、儲かる可能性があるわけですよ、うん。まあ、あの鉄道模型には儲かる可能性がないのでそう、ね、あのより一層だから、まあ、なんていうか階級的なものになってる。でも鉄道模型はバカ売れはしないだろうけど安定した儲けは出せる。いやいや、あのということ、あの鉄道模型売る側は、ね、売る側、そうだ、今消費者が消費者ね、まあ、それでもって商売するわけにいかないから、だからサッカー選手として一流になるとか、なるとみたいなのはできない、そういう道がないから、うん、いや基本的には買う側だと、買う側だということで、うん。だから私が子供の頃もね、鉄道模型持ってるうちって大きいうちだよね。いや、そうですよね。うちは全然できない。あの、それはでも今でもそうで、私は子供の時ゾイドを持ってるのは、あの、お金持ち。まあ、ですよね。で、鉄道模型はとりわけそうなんですよね。高いからね。ものすごい高いんですよね。やっぱり細かくて、技術的で。うん、あの手間暇をかけて、あの、ね、場所を取るだけじゃなくて、そのいちいち片付けられないから、うん、そこの専用の部屋がいいですよ、うん、相当なじゃないとできない、ね、いや、でも盆栽とかも同じなんですよ。いや、でも盆栽外に飾れないから、ね、あ、鉄道も外に飾れないんで、うん、あれなんですよ、その庭すら、はい、で庭ですらダメで、うん、もう部屋じゃないとダメなんですよ。黒人が鉄道模型やってなかったって本当にそうなのかな。やっぱ金を持っている例外的な黒人の人はいたんじゃないですか、それは。まあ、そうですよね、うん、今全般的な感じだと思う。やってないって書いてないで、コミュニティには入れないだろうって書いてない、うん、それはそうじゃない、うん。まあ基本的にはそうなんじゃないですか。もちろん例外がないとまでは言わんと思いますが、うん、当時の黒人のコミュニティのある、例えば町にホビーショップ自体があったことだっていう、だからまあもちろんその例外的にそういうその、郊外の豊かなところに住んでいっていた人はいるはいるでしょうけど、そのまあなんか取り上げられるほどの確率ではいなかった、うんうん。だからでも黒人音楽とかもさ、白人音楽を、から影響を受けた面もあるわけですよ。あ、まあまあ、まあ、ありますよ、ね。でもホビーにおいてはそうなのかって話。肝骨だったり、ホビーがそういうふうに発展できるのかできなかったって話、うん、じゃないですか。だからまあそれはやっぱりそのそういう消費でしかないからという、そうということじゃないですか、うん。だからこのホビーに2ページ目の下からのホビーに参加するとは地理的歴史的な境界線を克服することを意味したって、これ現状に出てくるかは不明ですが、これ W.E.B. デュボイスが言っている、うん、あのカラーラインって話でしょ、うん、つまり、うん、そうですね、人種的な境界線って、カラーラインっていうのはこう象徴的な意味でもあるから、だからそれを超えれるのかって話で、うん、ただこのやや厳しい論調っていうのは非常によく分かる話で、
デュボイスみたいなこう黒人の当事者の発言っていうのを評価される、うん、するっていう視点は逆に言うとその理解者であるとされる当時の白人の中での黒人表彰みたいなものに関しては一層厳しく批判されるわけですよ、まあ、具体的に言えばアンクルトムの小屋みたいな話っていうのは、うん、歴史的には奴隷解放に資質あの役に立ったと言われますがこうアンクルトムの扱いはかなりひどい、うん、というのでほとんど今は顧みられなくなってきてるわけです、うん、研究的にはというか褒めるのが難しいということですね簡単に言うと。だから鉄道模型みたいなものに関していやここで黒人エンパワーメントしてる面もあったんだよみたいな例を見つけるのが厳しいということになるのかなという、うん、実際その漫画だけ見てもそういうのが出てこないと、うん、まあそれはそうですね。からあとはやっぱりあのデュボイスとかまあハーレムレッサンスが20年代でそう、まあ、とまあ言っちゃなんだけどそう、まあ、わからん、まあ、当時だからねっていうのがあるんですけど、このここで言われてる話がこれが現代まで続いてるという話なわけですよね、うん、ホビーコミュニティの性質っていうのはこれはもう現代まで続いてるんだという話で、まあ、よりちょっとやばいということになるという、うん、そうだと思います。商業的には絶対そのあのカラーやジェンダーで分けない方が儲かるわけだから当然やりたいわけですよね、うん、そうだからウォーハンマーの週刊ウォーハンマーとか見てるとこうプレイしてるのは女性がプレイしてる写真が普通に入ってるわけです、うん、いっぱいそういう風に非常にでも苦しいんだけど、うん、そういう言い方やり方をしてなくもないんだけど、ただあのこれ作ってる人に言えば俺は別に発信向けに作ってるわけじゃないというわけですよ。万人に向けて作ってるというわけだよね。それはそうだ、うん、でも実際違うと、まあまあもちろん万人っていうのが非常にホワイトウォッシュされてるんだよ、まあ、って話ですよ、ね、うん、はい、で次からちょっと技術費の話いきます。一般的な技術費というものはそもそも誰がそこに参加できたのかという問題についてよりジェンダー化された視点で回答してきました、これレイン・ヌーニーという人が出てきます。私は知りませんがこの人が書いた本は面白そうですね。このレイン・ヌーニーという人はゲーム誌がこれデジタルビデオゲームですね、ゲーム誌が拡張性的なバイアスを抱えているのはゲームが表彰しその中で消費される物質的表彰的な空間に取り組むことを怠っているからだと論じています。でこのヌーニーさんはデザイナーのロバート・ウィリアムズを例に挙げてミステリーハウスについて考察しています。でこの、 あのロバート・ウィリアムズって人はあの夫婦であの世界最初のグラフィカルなアドベンチャーゲームといわれるミステリーハウスというのを夫婦で作った人ですね。あのシエラオンラインという会社を立ち上げて、はいはいはい、でその話が結構有名でいろんなところで夫婦で作ったんだよ、この人が絵を描いて旦那さんがプログラムしたんだよみたいな話はすごい言われるんだけど、うん、あのここでレイン・ヌーニーという人がやったことはそれをもっと深掘りすることだった、うん、これは面白そうだなと思いました、うんうん、あまりに面白いので買いました今このスピーチオブプレイヌーニーの主張はですね、ビデオゲームやゲーム産業に対する批評はゲームがそれが語る物語よりもはるかに大きな文化システムの中に組み込まれているということは認識しなければならないということです。でこのロバート・ウィリアムズの母親としての役割はミステリーハウスという彼女が作ったゲームの開発ストーリーを決定づけたんだと、まあ、少なくとも影響を与えているんだと。でヌーニーはウィリアムズの仕事が家庭生活とどのように重なり合ったかを詳細に再現している、ほんまかよっていう感じですけどね、うん、このウィリアムズの労働の家庭的背景を考慮することでゲームデザイナーとしての彼女の仕事が20世紀後半の歴史にどのように収まるかをよりよく理解できるという、まあ、あのこういう観点から、ね、ミステリーハウスをあの語るってのは聞いたことなかったんでね、うん、ミステリーハウスってあれに出てきませんでしたか、マダーミステリーの歴史のやつ出てきたかもしれないです、まあ、最初の出てきても全然おかしくない、まあ、これなかったら多分日本のね、あのなんか88とかのね、あのよくわかんないクソ難しいアドベンチャーゲームもそうそうなかったかもしれないけど、 PC88 ね、そうですね、PC88、うん、はい、今思うとよくあんなものやっていたなという、だってあれキーワードを打ち込まなきゃいけない、そうそうそう、って話ですね。でこのヌーニーの方法論をこのハッカーズレビーの本に適用すると、彼はレビーはハッカーたちの世界について詳しく説明しているんですけれども、そこには文化的な詳細が欠けている。読者をハッカーの世界に深く引きずり込んで、社会の他の部分を焦点から外している。レヴィがクラブを2つの派閥、工芸的な側面と、電気的な側面に分けたこと自体がハッカーの仕事を外の世界の社会力学と照らし合わせて読み解くためのメタファーであることを示唆しています。言い換えればこのクラブの中でさえハッカーたちは自分たちを平凡な表面のすぐ下に横たわる技術と電線の秘密の世界で熱心に働く部外者、アウトサイダーですね、とみなしていたのです。
この比喩は読者にハッカーを統一されたサブカルチャーとして理解することを促しますということです、うん、まあ、まあ、だから ホビーの世界とはまた別のものをそこの世界の中でやって独立した部外者、うん、誇りを持った部外者としてあるハッカーというものではなく、ホビーストの系譜のところにあるっていうのが、まあ、著者の主張ですね。これ自体はもう明らかにそうですよね。そう思います。別に、うん、まあ、その今、まあ、少なくとも今から見れば、まあ、今から見ればそうです。あの、なんか今だったらね、例えばあの D&D とかがすごいなんかね、あんな大流行りして、YouTube とかでバンバンやられてるっていうのがあるけど、大流行りしてるんですよ。してんじゃないですか、アメリカでは。アメリカではね。はい、でもちょっと前はそうじゃなかったじゃないですか、うん、やっぱりあのテックとこういうホビーカルチャーって相当別物だと思われてたと思うんですけどね、うん、あ、うん、一般的にはそうだったのかもしれないですよね、うん、確かに。でも、まあ、でもほぼ同時に受容されてるんじゃないですか、まあ、まあそうかもしれない。いやだから歴史的には例えばアナログゲームの先ほどその88のアドベンチャーゲームとかとゲームブックっていうのはほぼ同時期に発生して同時期に拡散してるわけだから、まあ、需要層も明らかにある程度被ってるよね、うん、だ多分需要層は被ってるのに別々のものとして語られてきたっていうことなんじゃないでしょうか、うん、それはそうでしょうね、うん、あ、今言ったストレンジャーシングスじゃなくて何でしたっけ、あのドラマ。え、あのストレンジャーシングスでもいいと思うんだけどビッグバンセオリー、あ、ビッグバンセオリー、ビッグバンセオリーみたいなああいう人たちっていうのはちょっと前は多分表彰されなかった。ビッグバンセオリーってしかも、うん、MIT でしょ確か。そうそうそう、うん、あれ多分スタンダードだったんだけど、ああいう、ね、ビッグバンセオリーって MIT にいるギークのエリートで教員でもあるんだけど、こう彼女ができないっていう人たちだから、そのいわゆる発達障害の特性が強い人と、うん、こうマイノリティインド系の人とか、うん、それとでも人はいいんだけど、なぜかそこにこうあの彼女ができない、失敗しまくる人とかそういうのが全部集まって、うん、でまあ、社会的にはエリートなんだけど、こう文化的にはあの隣に越してきた美女にいろいろとこうなんだろう気持ち悪いと言われながらも仲良くなっていくみたいな話、うん、いい話なんですけどね。いやだからだってウィル・ウィートン出てくるからあれ、うん、ウィル・ウィートン、あ、 D&D をプレイするみたいな話で、そうそう、ビル・ウィートンってあのサンドバイミーのね、普通に出てくるんですよね、そういうのが。こういうホビースト文化もいわゆるテックカルチャー的なものも、はい、そのまま混在して出てくるじゃないですか。あ、だから基本、うん、そういうものは全部好きって人たち。そうでずっとそうだったと思う、うん、だからその現場はずっとそうだったんですよね、うん、そのでもあれこち亀の亮さんが流行ってるホビー全部好きみたいな話と同じで、うん、全てやってるわけですから、の別幕なしに。まあ、むしろあの90年代以降のテックカルチャーがこんだけ伸びてきて切り離されるような言説が強まったみたいなのがあれかもしれない。まあどっちかったらそうなんじゃないですかね、うんうん、はい、で、ハッカーズはあまりに整然としすぎていると、うん、レビーはこの本の中で鉄道模型クラブの信号努力派閥に誰が所属していたかについて多くの情報を隠蔽している。物語はこの信号派閥ではなくて派閥内の一握りの個人を中心に展開する。その慎重な言い回しにもかかわらず、このメンバー全員が鉄道模型のホビーの場面よりも敗戦に改心があったとは言えないと、うん、はい、サークルの他のメンバー同様彼らの興味は分散していたと思われるし、グループの社会的基盤を団結させたのは趣味の鉄道に関心があると表明した部会であったと言います。だからこれは読解なわけですよね、うん、解釈によって崩そうとするという話です。でハッカー倫理を描写しようとするレビーの文章はクラブ内の2つの派閥の間に誤った文化的二元論を生み出しています。その巧みな文章は鉄道模型クラブのハッカーたちをホビーストたちと区別するよう、まあ、この方でいうホビーストはまあ模型の人たちですね、うん、区別するよう読者に促しています。著者はもうこのトランメルはその評価に反対し、彼らはまずホビーストグループとしての統一があって、そのうちにハッカーグループが存在したという方が事実に近いのではないだろうかというふうに。それはそうなんだ、まあ、そうでしょう、まあそうなんだろうなとは思います、うん、で、レビーの本に登場するハッカーたちがどのような活動をしていたのか、彼らを取り巻く文化の中にある手がかりに目を向けなければならない。鉄道趣味の雑誌は電気的側面に興味を持つホビーストと工芸的側面に惹かれるホビーストを分けることは報道なかった。まあ雑誌が両方載ってるわけですね、そういう情報は。で、信号と電力派閥は鉄道模型の配線に使いやすい関心を共有しておりましたけれども、彼らもまたホビー雑誌とか現場マニュアルとかを読み込んでそういう興味を培っていたわけですね、はい、でこのようにハッカーの文化は長い間ホビーストの
文化と結びついてきました。私たちがハッカーから連想するようになったアウトサイダー反逆者の描写はまさにホビーさんが長い間持ってきた白人男性的ギークのアイデンティティの一部なのだ、うんうん、ということです、はい。それはまあギーブスのニューロマスターみたいな話。あ、そうそうそう、まさにカウボーイ、うん、まさにあれですね。で、ホビーストの文化を理解するこのわずかな細分脈化、まあ確かにわずかなんですけれども、これが重要なのはレヴィの仮説が示唆するようなグループの派閥の違いよりも鉄道模型クラブ内の文化が趣味を中心に統一されていたことを明らかにするためである。著者が主張しているのはグループに派閥がなかったということではなく、鉄道模型制作という趣味がグループの一員として過ごしたハッカーたちの文化に付随するものではなかった、まあ、むしろ全体的な統一だったということです。で、20世紀初頭の電気インフラなど限定的な普及は鉄道模型が当初都市に住む裕福な白人消費者だけが買える贅沢品であったことを物語っています。電気網が普及するとより幅広い層の消費者が鉄道模型にアクセスできるようになり、鉄道模型ホビーは拡大しました。20世紀半ばには鉄道趣味のインフラはすでに整備され白人男性の読者を想定していました。鉄道が商業と文明の象徴であるような武骨で男性的なオールドウェストのファンタジーを含め、白人男性にすでにアピールしていた多くの興味を鉄道模型は助長しました。日本の鉄道模型だとどういうファンタジーを提供したんですか。わからない。そもそもここで言うことも非常に図式的で、うん、ちょっと納得できない。というか、そもそも輸入されてきたんじゃないですか。違うの。まあ輸入ですよね。まあまあもちろんそうでしょう。だそれこそまあアメリカだったりドイツだったりから、それをだからいわば高級な西ドイツか、あのおもちゃとして輸入されて、まあ、別にだからロマンがどうみたいなのは、まあ、いやてかそのまあさっきの話だとアメリカなら本当にそれはそういうロマンなのかみたいなのは、まあ、なんかあんまりそういう背景を考えたような感じしない、うん、しないですよね、うん、あんまりしないですね。確かになんかアニモンの鉄道の模型が好きだってとかみんな入っちゃってる、うん、そうそう、まあ、だからそのどうしたら模型の歴史の中に鉄道模型が位置づけられるみたいな感じです。模型そのもののなんていうかその細かいデテールを、ね、再現するみたいな、それはすごく興味深いじゃないですか、しかも鉄の場合はそれが動くっていうことだね、まあ、興味だからその背景として西部開拓がとかいう話にはならないと思う。背景として別に西部開拓をやりたいとしてやってたわけじゃないと思うんですよ、アメリカの人も。ただそれを見るとそうしか見えないって話で、日本でいうとこう例えば藤子不二雄の短編漫画とかにはやたらと鉄道模型出てくるわけですよ。できますね。ドラえもんにもやたら、ドラえもんにも出てくる、うん、あれやっぱりノスタルジーとですよね、一つの、うん、失われゆくある高度経済成長以前の風景というのを箱庭で再現する、うん、一貫してるので、要するにない風景を、うん、保存する記憶装置として出てきて、その中にドラえもんだと入れちゃうわけですよ。でもね、箱庭文化って江戸時代からあるから、そうね、だからそういう意味ではあのどちらかというと高度経済成長に随伴してるというよりはその時に失われていくものっていうものに近いけれども、そもそも鉄道模型っていうのはそういうコロニアルなものだよねっていうのは、それはそうでしょって話。まあそれはそうです。アメリカ的にはそうなる。スペースオペラがコロニアルだみたいな話であって、まあそうですね、だからこれに関して言うとこう需要論、作品の表彰なのか、需要論なのかっていうのはいまいちつまりが悪いから、あのこれは歴史化しているからこういうふうに分析できるわけで、そういう意味ではちょっとずるいところも、まあちょっとずるいですよね。やっぱり一般論的なその鉄道のイメージというのがあったとして、それは MIT のクラブに当てはめていいのかという問題は非常にあると思います、簡単に、まあ、影響はあったとしてもね、そういうのがまだ言われてなかったっていうのはでかいと思うんで、ただあのそれこそ軍隊におけるシリアスゲームというか、シミュレーションね、ウォーゲーミングっていうのがある程度影響があったとすると、そのスライドしていくとそのテックカルチャーのエリートにおいても影響があるって見立てにならざるを得ないかなという、そうですね、そっちにはつなげていきたいと思います、むしろ著者はね、どっちかっていうとなんか そのそういう、だから模型趣味の一部としてのその鉄道模型みたいなストーリーから拾うんだとすると、なんか西部のロマンというよりはどっちかっていうとそのいわゆるテック振興みたいな、まあ、それこそ MIT 全体がそうじゃないですか、そうです、ね、みたいな方向性で、まあなんかあの、科学は力強さはなんか巨大でみたいな、そっちの方が強い、原発バザーみたいな、そういう説得力がある気がします、
まあ、アメリカ人じゃないからかもしれません。そうね、ちょっとそのそうですね、アメリカでどうなのかがよく分かんないから、うん、そう考えると例えば反戦のくせに鉄のアートも作っちゃうみたいな、うん、みたいな、そのあれが原子力で動くからだから、うん、まあなんかなくはないですよね、うん、そういうのは、そういうこう矛盾っていうかな、うん、あの表彰の中に不安的なイメージっていうのを散りばめてコントロールしたつもりであるながらそこに踊らされてるっていうような、うんうん、そう、それはすごいでかいと、まあ、ポストコロニアル分析っていうか、うん、60年代もそうですの、要はあのポストコロニアルな批判的な見地っていうのは普及する以前のカルチャーってどうしてもこうなるわけです、うん、日本でもそうだし、まあ最終的な流れとして多分大筋でずれたところにはいかないんですけど、 そのどっちで取ったとしても、ね、うん、ただまあ本当に そっちで取って大丈夫なんだから、これだけ、まあ、ミクロで見るとあります、これだけ見るとこのムキムキマッチョな人たちっていうのが、うん、そうそうイエーっていうのが鉄道模型やってるように見えちゃうけど、うん、そうではないよねって話、うん、はい、だから酒場とかでやってるみたいな、はい、で、鉄道模型クラブはこのファンタジーを受け、次スペースウォーからハッカーリーに至るまで彼らが触れるもの全てに影響を与えましたと、鉄道模型が歴史的に重要だったのは大規模なネットワーク化された趣味のコミュニティに参加するホビー人たちによって設立維持された最初のネットワークの一つだったからです。SF ファンジー以外にはそれに匹敵するネットワークは当時ほとんど存在しませんでしたという話で、まあ、最初のホビーストコミュニティとしての鉄道模型 と、そこから実は発したハッカー文化という、うん、そういう話を作って、うん、よくわからないんだけど、うん、SF ファンダム研究みたいのは結構あるわけ、うん、あるんですよ、さすがにあるわけですけど、鉄道ファンダム研究ってどれぐらいあるんですか。ないんじゃないですか。なんかでもあんまありそうな、価値がかなりありそうな雰囲気、ね、これ今買いましたけど、うん、広告とかの分析とかがかなり面白くて、うん、当時の広告、ただファンタジア研究みたいなのはやっぱりここの10年くらい、うん、結構来てるっぽいところ、当時の広告面白いんじゃないでしょうか。あ、そう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 、こういう、はい、広告とか、でもこういうのって当時の一般の大衆紙、うん、の広告とほぼ変わらない表彰のあり方として、確かに確かに、だからこれがなんか冷蔵庫のコマーシャルでもあんまり変わらない感じが、うん、そう、うん、あとあとこれ、あとこれね、これです、これね、そうですよね、これはこれ、あのスケールクラフトの、でもこれ全然アワロンヒルの雑誌とかもね、こういうなんか比較的でもそれ当時の SF ファンパルプ雑誌とかに比べると全然おとなしい方だと思うんですけど、ね、ああ、だからやっぱり上流階級向けだったんじゃないですか。アメージングもなんかすごいからね、確かに。いや、アメージングもそうだし、ウィアード・テイルズとかね。テイルズ、じゃあ10時から。ウィアード・テイルズなんて、イラストレーターの一番キワキワのイラスト描いて、マガレット・ブランテージって女性ですからね。しかもホラーに興味なかった。うん、これ SF ファンディングとかとどういうふうに接続するか、ちょっと知りたいところです。まあ、あの、接続する、するんだろうな。SF1 の中にはね、確かに鉄道模型好きな人多かったね。まあ、多いって どういう基準で多いか。それはお金があったってこと？どういうこと？ SF1 ってお金があったんですか？いやー、どうなんだ。やっぱりメカニックなものに興味あるんだよ。だから、あの、日本において、だから例えば、フォレスト・ジェイ・アッカーマンとかお金あったんじゃないですか？普通に。あ、コレクターね、有名な。コレクター金ないとやっていけないからね。コレクター金がないわけはないですよ。うん、だから、コレクターになると金がなくなるってなる、まあまあまあ、使い潰すのはあるかもしれないけど、だって初期の宇宙人の、あ、日本ね、日本の宇宙人同人には浅香宮とかいるわけですよ。あ、別の名前で BNF って名前で書いていた、うん、BNF、 しかも DNBNF から取ってるっていうね、浅香宮でこうインディアンについて書いている浅香宮の女王ですよね。女王って書いてる、日本の女王ね、あの皇族の中の女王ね、うん、女王ね、うん。